買ってきました買ってきました。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のサブチャンネルへようこそ。はい、本日10月7日水曜日、夜今8時過ぎぐらいに撮ってるんですけれども、今日はですね、ちょっとねこれを買ってきました。ディディーン、ちょっとねぼかしみたいな感じでこれプチプチつけてるけれども、こちらアンアンでございます。本日発売らしいんですけれども、私お人生で初アンアンかな、なんかちょっと昔なんかネタでまた買ったことあるかもしれないけど、ちょっともうね記憶がない、初アンアンということでさせていただきます。はい、これなんで買ったかというと、あのツイートでね、あの発見したんだけれども、あのパフュームのノッツさんがですね、あの僕のことをまたあの触れていただいてるみたいで、で前その動画をこのサブチャンネルかなんかにあの僕言ったんですよね。あのパフュームのノッツさんが実は僕の動画をちょっと見てくださっていて、でそのなんだっけな、配信機材のセッティングみたいなやつをこうなんか参考にしていただいたんじゃないかなみたいな話をしました。でそれの話をしてたら、それなんだっけな、それでアンアンの中で言ってたのかな、あ違うわ、それなんか別のネットの記事か。で実はアンアンの方にも、以前瀬戸さんに触れてくださってたことがありますよみたいなことを教えていただいて、その去年の末ぐらいかなのアンアンに、なんか書いてくださってたらしいので、それを僕は買いますって言ってたんだけど、実はねまだ買えてなかったので、なんでかっていうと、あのその、僕のことに触れてくださってるノッチさん その連載の記事が載っているアンアンは確か、ジャニーズのストーンズさん、ね、グループありますでしょ、ストーンズさん、ね、ネットでねこう買おうとか本屋で買おうとかって探したんだけど、もうめっちゃ高くなってん あのプレミアみたいになっちゃってんの。まあ買おうと思えば買えるんだけど、ちょっと高くなっちゃってるから元の値段より、いやちょっと それはなって思って、なんか正規の値段で手に入る定価で買えるやつないかなと思って、いろいろ探してるうちにあのまだ買ってなかったっていう状況だったのね。でそんな中ですよ、今日、ね、普通に編集してたら瀬戸さんのことまた触れてくれてますよみたいなのがあったから、おおじゃあ行こう行こう行こうということ で今も行きました、買ってきました。はい、で今回の表紙がちょっとこれお見せできないのは何でかっていう と、ちょっとね、これがですね、スノーマンさんでございます、スノーマンさんでございます。はい、でやっぱりそのジャニーズのね所属タレントの方たちはやっぱりそのあんまりねネットとかの露出はどうだとかね、もう最近なんか緩やかになってきたみたいなね、 YouTube チャンネルを やってるとか、そのいろんなところに写真が出るようになったみたいな話もありますけれども、一応ちょっとよくわかんないんで一応こうやってぼかしておきますけれども、スノーマンさんがねバッチリ、載ってます。今愛される男たちね、もうだから今回もスノーマンさんがこの表紙になってるから、なんかこうネットでちょっと調べたら、あのなんか本屋どこ行ってもないみたいなこと言ってる人がいて、多分だからファンの人はもう探し回ってんじゃない、うん、で僕が行った本屋にはまあたまたまあって、それをこう入手してね、ちょっとまあレジにね並び、もうさすがに恥ずかしくはなかった、うん、こういうの買う時ってなんか昔とかはさ、なんかちょっと恥ずかしいなみたいな気持ちあったけど、今はもう普通にこう出して普通に 買えます、買えるようになった、大人になった、うん、普通に買って、発案なんだね、買いました。はい、で僕はですね、この中にあるまあいろいろね、あのうちの C さん、あの結構こういうあのジャニーズとかね、こういうタレントさんとか好きで見てるみたいだから、まあ他のところはもう全然 C さんが大好きなやついっぱい載ってると思う、それ見ていただいて、僕はこの中のそのちょっとどうやろうかな、ノッチさんのやつをちょっと探して今読みます。はい、じゃあちょっと探しまーすってね、ちょっと一応確認したから知ってはいるんだけど、じゃあ表紙見よう、ガン、はい、こんぐらいならいいでしょ、こんぐらいならね、はい、ちょっともうぼかしていようかな、この辺ぼかすんでこうやってしておきます。はい、いろいろね書いてあって、僕もちょっといっちゃうよ。120ページ、パフューム新それってわからん、ノッチの一部書いてある、この辺から120、これ一番ね後ろの方です。はい、じゃあちょっと開けてみましょう。はい、ディリリリーン。おお。おお。本当に最後の方のページの、これ半ページって感じね。お、ちょっと待って。ちょっと待って。すごいよ。散財兄弟って載ってるからね。すしょ、散財、ドリケンさん、カズさん、安坂さん、瀬戸康史さん、散財兄弟、あんなんだけしましたよ。え、マジ？ちょっとすごいね、散財兄弟、かっこ散財兄弟が見出しにドーンって
まず目に入ってくるのは散財兄弟ですから。マジ？一応その見出しだけね、散財兄弟と一緒に…お買い物が止まらない。あ、うわうわ、ダンちゃん、ダンちゃん買ってる。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ダンちゃん持っとるやん。え、うわ、すごい、あ、まあ、マジ？嘘？うわ、ちょっと、俺の持ってるやつがいっぱい。すごいね、マジか。うわ、ちょっと、だからこれ言うわけにいかないんで、皆さんもぜひアンアンをね、買って見ていただきたいんだけれども、僕、今ちょっとダンちゃん言っちゃったけど、僕が持ってるものを買ってくださってますね、これね。シュアのね、846とか、あとティーネージエンジニアリングのね、OP1 買ってらっしゃいますよ。はい、これティーネージエンジニアリング OP1、 これね、昔はね、10万円だったの、10万円ぐらいだったのね。でも一回、販売停止、生産終了みたいになったの。多分部品がなくなったか分かんないけど、でそっからまた満を持して復刻みたいな、販売再開ってなったんだけど、そしたら3、4万上がってたっていう。今だから13万から14万ぐらいすると思います。うん、すごくいいやつで、僕もね、なんかこうスピーカーとかマイクとかからなんかノイズが出るようになっちゃって、さすがにこう長いこと持ってるからね。うん、で僕が昔っていうか前に、なんだっけな、フリー会計ソフトのフリーの企業コラボで10分で曲作るってやつを、これでやって、ものすごく大変なことになったっていうね、それで使ったやつなんですけれども、あのね、なんだろう、最近の人たちがこう音楽作るときはそのパソコンでね、作る、もちろんパソコンで作った方がもういろんな複雑なことできるんだけど、まあ、これはこれでね、すごい味のある UI、 すごい面白い感じになってて、マジでちゃんとね、使い方覚えればめっちゃ楽しいと思う。だから遊び心ナンバーワンだね、これはね。うん、本当にすごい新鮮なんで、まあ高いけどね、気になる方はちょっと調べてみてください。はい、これ OP1 ね。はい、でその OP1 をデビューされたと、ロッツさん、いや、やっぱ向こうはもうプロですから、もう向こうはすごい、すごい、もうね、すごいんでしょうね、きっとね。もう絶対使いこなせると思いますよ。はい、ちょっと読みますわ。すごいね、もう普通に、うわー、ちょっとこれは永久保存版です。本当に、なんか皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当におかげさまで私ここまで来れましたって感じだね。ちょっとだけ言うと、触りの方だけちょっと読むと、散財兄弟っていうガジェットを買ってそれを紹介するっていう YouTuber の人たちがいるんですけど、そこに私の好きな瀬戸康史さんが加入してたので、その話をします。いやー、ちょっと、いや、マジかー。つうか、なんかこう話す内容間違ってないですかね、のちさん。これあんあんでする内容ではないと思うんですけど、いや、僕はすっごい嬉しいんだけどね、あのあんあんにフィットしてないと思うんだけど、その話をしますって、その話する場所ではないと思うんですけど、そうか、いや、すごいね。いや、でもこうやってね、僕が初です、人生初めてアンアンを購入することができたのはのちさんのおかげですから。でも散財兄弟のね、動画見てる人たちもうマジアンアン買いに行ってください。マジか。わあ、ドレキンさん、カズさん、そして安坂さんはもうちょっと別格だからちょっと省くけど、ドレキンさん、カズさん、アンアンデビューしました、おめでとうございます。どういう風に触れられているかについてはちょっと私ここでは言いませんが、ちょ、ゾリキンさん、カズさん、ゾリキンさん、もうゾリキンさんですゾリキンさん、カズさん、ゾリキンさん、カズさん、もうアンアン買ってください。もうサンフランシスコで買えますね、わかんないけど、いや、もうこれデビューしましたから、マジでもうこれはデビューしましたよ。アンアンデビューしましたよ。いやー、ちょっとこれはすごいな。その散財兄弟の中に私が入ったことの話をずっとしてるんだけど、まあその中にこう安坂さんもいるわけじゃないですか。でその安坂さんがいるっていうことに対する、そののちさんのその驚きというか、うわーみたいな話です。はい、いや、嬉しいね。これはもうちょっとこう酒こう飲みたい感じじゃない、酒飲んじゃいたい感じ。ちょっと酒あるから、酒ある。
いやちょっとこれ乾杯だよこれ。これ乾杯だよこれ。乾杯しちゃうこれ。ほろ酔い。酔わしていた一番これ一番いいタイミングじゃんこれ。まだちょっとご飯も何も食べてないんだけど、一番いいタイミングで皆さん。はい、それでは皆さん乾杯。いやーもうちょっとね、なんだろう、幸せですよねこれは。頑張ってきてよかったなっていうね、そんな人に言うほど頑張ったかっていう気もするんですけど、いやありがたいですよね。ありがたいことです。いやだから僕が商品紹介をしてる身からするとですね、やはりこののちさんだけでなくですね、まあいろんな方が瀬戸さんの動画を見て買いましたっていうふうにね言ってくださるわけですけど、まあ非常にこう責任を感じますよね。ね。で今僕がなんでこういうことを言ってるかっていうのはまたこう今ちょっと言えないねのがあるんだけど、そういうのでもまたちょっと皆さんに分かっていただけるかと思いますが、僕はちょっと最近やっぱりそのいろんな方からね言われるんですよ。瀬戸さん、まあ昔からだけど瀬戸さんが買ってるから私も買いましたみたいな、よくあるね、よくあることなんですよ。だまあ勧めてるからしゃあないっていうのもおかしいんだけど、やっぱいざね僕もいいと思って動画で紹介しててこれいいっすよとか言って、で実際にそのお会いした時に買いましたとかって言われるとめっちゃうわマジで買ったのってなるのよ。なんかこう恐縮しちゃうというかね、なんかそういう独特不思議な気持ちなんだけどね。例えばカズさんとかドリキンさんとかが、いや瀬戸さん紹介したの買いましたよっていうのはまたいいんですよ。もうその彼らはそう賢いっていうかその知識があるからね。例えば瀬戸さんが紹介してたカメラ買いましたとか、瀬戸さん言ってた三脚買いましたとか、そういうのいいのよ。そのミスってないから、絶対ミスってないっていうのは言い方変だな。またちょっと違うんですよね。その本当にこのなんつうの、僕の動画に委ねてるって感じ、本当に買いましたみたいな、なんかなんつうのかな、わかりますでしょ。その知識とかはもう全くなく瀬戸さんを信じて買いましたっていう感じ、そういう感じが出てるとちょっとびっくりするというか、びっくりというか、うわもうちょっとなんか責任重大ってなっちゃう。あとまあチャンプランタの小原さんね、もう本当に精力的に本当に精力的に動画出しすぎてて、もうちょっと俺もちょっと危機感を感じ始めてるレベルで、危機感感じ始めてるっていうか、もうだから最近蛇腹談義じゃなくて打足談義っていうやつを始めたでしょ。あれうまいよね。頭にさ、ちゃんと違うシリーズですよっていう風に分かるようにタイトルの頭につけるっていうテクニックとか、めちゃくちゃあれすごいなと思って、俺やってないからね、やってないからダメだなって思った。あれでだから Vlog っぽく撮ってんのか普段のネタっぽく撮ってるのか分かんねえじゃんみたいな、それはだからちゃんと頭につけた方がいいよねっていうのは確かにそう思ってたんだけど、もうそれちゃんと言ってるからね小原さん。だからあの人本当やばいよマジで。いやーちょっとこれはね、ちょっと脱線しちゃいましたけれども、宝物でございます。はい、すごいね、これちゃんと写真撮ったんだね。自分の家かわかんないけど、上からちゃんとね買ったもの置いて、ポケットオペレーターも買ってるからね、ティーネージの。それ上からパシャパシャって撮って、これオズモポケットだな、オズモポケットも買ってますね。何をしようしてんだろうね。でも音楽機材とかはわかるよ。ダンちゃんはでも段ボールね。もう手放せないって書いてますよ皆さん。ダンちゃんおすすめです。下にリンク貼ってくんでね、女性の皆さんもおすすめですって書いてますよ。やっぱりだから女性の皆さんもおすすめですって書いてらっしゃるってことは、やっぱりこう女性が見てるっていう感覚でちゃんと書いてらっしゃるってことだね。おお、もうすごいね、女性が見てるっていうの気持ちで散財兄弟っていうのをこの女性たちがこういるっていうもう想定してるわけじゃん。女性の人たちが読んでるねっていうのは、女性の皆様って書いてるから、女性の皆様に向けて私は書こうってこう書いて、そこにこう見出しに
散財兄弟って書くのはね、これは不思議な感覚ですよね。うん、いやだからもうすごくグッドですよ。もうドリキンポーズ出ちゃうけど、うん、素晴らしいよね。はい、ということでもうほぼ垂れ流しで動画出しちゃいますけど、本当に野地さんありがとうございます。はい、今後とも我々散財兄弟をよろしくお願いいたします。野地さんの生活が少しでも、ガジェット生活が少しでも豊かになるよう、我々散財兄弟今後も頑張ってまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。それでは以上、散財兄弟を代表して瀬戸康史がお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。じゃあの。